今日は待ちに待ったチートデイです。今朝の体重が 50.5 キロで、50キロ前後でちょっと体調を崩しちゃったのもあって停滞気味なので、この辺りで刺激を入れたいと思います。で、大会3週間前なんですが、3週間前にチートデイを入れたことはないのでちょっと不安もありますが、思い切って入れたいと思います。で、チートデイのルールは私はなくて、特に今食べたいものをいろいろ食べたいと思います。暴走しすぎない程度に食べてみたいと思います。今日は食べたものを全部ご紹介するので最後までぜひ見てください。